クデヒメフィラターブは、ハエメハナアブカに分類される昆虫の一種。ヨーロッパなどに生息する。ヨーロッパ、カナダなどに分布し、ヨーロッパでは普通に見られる種である。日本でも、北海道で採集された記録がある。メスオスは、体長10から12ミリメートル、腹部の長さは、羽の先端を超える。胸部は、暗緑色、小立て板は黄色。足は、赤みがかった黄色で。 不節はやや暗色となる。羽は透明であるが、やや褐色がかった黄色味を帯びることもある。メスは黄色い額を持ち、腹部は黒く4本の黄色い帯がある。蜜を餌としており、西洋ヤブイッチゴやヤコブボロギク、ヘラクレウムスフォンディリウムなどに放火することが知られている。卵から成虫までの生活感が最短で16日で完了することが知られており、1年に 最大で9回世代交代することができるとされる。スタブス、アラン・イー・アンド・ホーク、スティーブン・ J ブリティッシュ・ハバー・フライズ、アン・イラストレーテッド・アイデンティフィケーション・ガイド、ブリティッシュ・エンタマロジェクル・ナチュラル・ヒストリー・ソサイティ、ピアニッシモ、253、XVPP ・ハット・ ABCDEF、ウィリアムソン、 サミュエル・ダブリューシノプス・オブ・ザ・ノース・アメリカン・セルフィ・ーデイ・ブレティン・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ・ナショナル・ミュージアム・ IXXX-1 から335-12プリーズ・ピアニッシモ・107から108キノダ・クンコ広永テルヒコ日本初記録2種を含む北海道産の花ブ3種について花十19-33から3 6ードレアブル エイチドレアブル1927サムフラワーズゼアーディプターンビジターズ26115123ハバーフライズ2009年12月12日閲覧ありがとうございます